おはようございます。7月11日月曜日、朝4時35分です。少し雲がかかっていますが、晴れの天気でのスタートになります。湿度はかなり高めですね。気温はちょうどいいぐらいです。暑くもなく寒くもないぐらいの気温ですね。ただちょっとやっぱジメジメってしてます。どちらかというと夏というよりはこれは梅雨に近いのかな。なんか天気も、今は晴れてるんですけど、今日からまたずっと曇り雨が続くようで、1週間以上そんな天気が続くみたいなので、どうもなんか梅雨が戻ってきたんじゃないかなっていうような、1週間予報が出ています。で、今日撮影に使っているカメラですが、ソニーの ZV-E10 にレンズが先日届いた SELP1020G になります。このレンズ、F4 のレンズなんで、明るくはないんですけど、今、シャッタースピードを30分の1固定、そして F4、ISO は今、上限2000に設定して、2000から1600の間を行ったり来たりしています。多分、この設定だと、そこまでひどいノイズとか出てないかと思うんですけど、どんな感じで映ってるでしょうか。ちょっとまあ、暗所での撮影っていうのは苦手なんですが、ただ ISO を1600から2000ぐらいまで上げてやって、そしてまあ F4 シャッタースピード30分の1、これぐらいの設定にしてやるとそこそこ暗所でも撮影できるんじゃないかなと思います。それではモーニングコーヒーいただきます。今朝はアイスコーヒーと、そしてカップはサーモスの真空断熱マグのブラックになります。ではいただきます。ああ、うま。昨日、おととい2日間、まあ、大会のお手伝いということで、まあ、お手伝いというか今回は運営の方ですね。運営の方に携わってきたんですけど、まあとにかく途中、暑い中審判、やったりだとか、まあいろいろと、手伝いしてきて、本当に疲れました。時間も結構長かったので、初日は、朝7時から結局夜9時まで、昨日は朝7時から、夜7時まで、長時間2日間、本当も暑い中、もう真夏のような暑さの中、競技場の方でちょっと仕事してきたので、本当疲れました。もう帰ってから、晩ご飯食べて、風呂入って、もう死んだように、もう朝まで寝てましたね。途中全く起きることなく、2日間、2晩、寝ちゃいました。まだやっぱちょっと体だるいですね。そして日焼けがかなりひどいことになっています。かなりこう、丁寧に日焼け止め塗ってたんですけど、それでも、やっぱり焼けてますね。まあ、照り返しなんかもあるんで、上からだけじゃなくて、競技場って結構ね、下からの照り返しっていうのがあって、焼けちゃうんですけど、まあ、ほんとね、対策ちゃんとしとかないと、ほんと悲惨なことになっちゃいますね。はい、まあ、今週また月曜日からスタートしたんですけど、天気がね、なんかあいにくの天気で、本当は、まあ、ちょっとまだ日にちをどうしようか考えて、ないんですけど、今週平日どっか休みを取って、キャンピングカーで出かけたいななんて考えてるんですが、本当はこう川遊びなんかしたかったんですけど、まあ、天気がね、やっぱ雨だと川遊びって危ないところがあるので、まあ、そのあたりをどうしようかななんて考えています。かといって、まあ、神戸とか大阪の方に、まあ、ちょっと、出て行ってもいいんですけど、ただまあそれでも雨の中だとこう遊ぶところがこう限られてたりだとかするので、まあ天気予報をこう睨みながらちょっとまだ予定考えたいなと思っています。で、今撮影に使っているカメラが ZV-E10 になるんですけど、まあ、新しい機材が先週いろいろとレンズだとかがこう届いて、こう試していろいろ使いたいななんて思ってるんですが。まあ、概ね今のところこの ZV-10 と新しくソニーが発売した広角の3本のレンズですね。まあ、そのうちの2本を今回ゲットしたんですけど、まあ、もう1本のやつは多分ね、僕の中ではこう使いどころがちょっと中途半端になるということで、多分購入することはないかと思うんですが、新しいレンズ2本をいろいろとこう組み合わせながら試して使っていきたいななんて思ってるんですが、今のところはかなりね、好印象で使い勝手非常にいいですね。まあ、今使っているレンズが SELP1020G っていう、F4
F4 透視のズームレンズなんですけど、まあ、インナーズームっていうことで、こう、鏡頭がこう伸び縮みしない、非常に使いやすいレンズだと思います。そして何より、こう、軽量コンパクトっていうのがいいですね。この ZV-10 自体のボディサイズが非常に小さなボディに、まあ、こういった小さなレンズ組み合わせると、機動性がとにかく上がるということと、そして撮影してて、こう、煩わしくないっていうのがすごくいいですね。まあ、ZV-10 自体はもともと、自撮りだとかといった Vlog 向けの、まあ、カメラということで、まあ当然写真も撮影できるんですけど、まあファインダーがねちょっとないっていうところもあるんですが、まあこういった小型のレンズと組み合わせると動画と写真どちらもこう撮影やりやすいということで、まあ非常におすすめできるんじゃないかなと思うんですが、まあもう少しいろいろとこう試しながらこう使ってみて、また動画等で感想話ができたらなと思っています。いやー、めちゃめちゃ暑いです。現在時刻は13時を回ったところです。で、久しぶりにキャンピングカーの中で撮影してるんですけど、もう夏場になってから、もうキャンピングカーの車内で撮影するとめちゃくちゃ暑いんですね。ちなみに今の、室温ですが 38.5 度になってます。もう中に入った瞬間汗が噴き出すような暑さなんですが、キャンピングカー自体にはエアコンついてるんですけど、エアコン駆動させると、まず発電機だとか、まあ外部電源取り込んでいればそっちの音は大丈夫なんですけど、まあ、このエアコンの音自体がかなり、うるさくて、まあ一般の家庭用のエアコンの場合だったら、こう弱にしていればそれほどね気になるような音じゃないんですけど、こういったキャンピングカーのルーフエアコンってめちゃくちゃ音うるさいんですね。まあ、中にいれば、音慣れちゃうんですけど、やっぱ撮影のするときには非常に邪魔な音になるので、今切った状態。蒸し暑い、本当にサウナのような状態で撮影しています。はい。で、先日注文した商品が、それこそ先週末に届いてたんですけど、なかなかちょっと取るタイミングがなかったので、さっき箱からはとりあえず取り出して中確認しました。で、今回ね、購入したものこれになります。じゃーん。新しいバッグですね。あ、外れちゃった。メーカーがミステリーランス。僕あんまりね、このメーカー知らなかったんですけど、まあたまたま Amazon だとか、まあネットショップ覗いてて、こうカメラにちょうどいいぐらいのバッグがないかなということで、まあ気軽に持ち運びできるようなバッグがちょっと一つ欲しかったんで、いろいろ見てたんですけど、たまたままあこのミステリーランス、このバッグちょうど良さそうだったので、今回購入してみました。購入先は Amazon になります。で、これ、パッと見は、もう単純な、こんなショルダーバッグ、まあ、ポーチ状のバッグになるんですけど、これ肩掛けですね。まあ、こんな感じで取り外しもね、可能ですね。まあ、こんなバッグにポーチになってるんですけど、意外とね、このマチがこうあって、こう厚みがあるんですね。こう厚みがあることで、まあ、今手元に用意してきたこれ α7S3 なんですけど、α7S3 だとか、あとレンズがこれ、先日購入した 1635G ですね。こういったね、結構大きなカメラも多分入るんじゃないかなと思うんですね。で、まだちょっと試してないので今から試してみようかと思います。多分ね、こう縦に入れれば入るんじゃないかな。あ、いけそう。あ、入った。ほら、こんな感じで入りました。で、なかなかね、こういった一眼カメラ、ミラーレスカメラでレンズもそれなりのレンズ、組み合わせすると、持ち運びできるようなカメラってカメラバッグしかないんですけど、まあカメラバッグになってくると結構ね、持ち運びするときに、邪魔になるというか、サイズがでかすぎるというか、もういかにも撮影に行きますっていうような感じになるんですけど、本当にこういった気軽に持ち運びできるような、こういったショルダータイプのものだったら、もう本当にこういったカメラを気軽にこう放り込んで外に出かけることができるっていう意味ではね、非常にいいんじゃないかなと思います。これ実際中開けてみると、こう二重構造っていうのかな。こう中にもこうポケットがあったりだとか、こう外側にもこういったマジックタイプのこうポケット。このポケットもね、結構大きいですね。まあ財布だとか鍵なんかがこう入るようなポケットがあったりだとか、結構サイズ感ね、いいですね。ただまあカメラバッグじゃないので、厚みっていうのがね、ないんですね。まあまあ、薄っぺらい、こう、生地なんですけど、まあ、ひょっと、こういったカメラなんかをね、気軽に掘り込む意味では、非常にいいんじゃないかなと思いますね。で、入れ方ですが、さっきね、こう、モニター側を下にして入れたんですけど、これ多分ね、レンズ側の方から、こんな感じで、入れてやった方が、多分、こう、取り出しなんかもね、こう、しやすいんじゃないかなと思います。
もう全然、全然余裕。で、不要な時はこういったストラップ関係も簡単にこう取り外しでできるようになっているので、これは結構使いやすいんじゃないかなと思います。で、価格が、いくらだったかな？僕が購入した時、Amazon が6000数百円ぐらいで購入できました。で、確かね、今日の夜中0時からだったかな。Amazon のセール始まるので、まあ、これがちょっと安くなるかどうかわかんないんですけど、気になる方ね、色も4、5色ぐらいあるので、チェックしてみてください。まあ、概要欄にまたリンク貼っておきます。現在時刻は14時を回ったところです。いやー、しかし暑いですね。ちなみに今外気温が33度になっています。ほんとものすごくこう蒸し暑いんですけど、まあ3時前ということでちょっと冷たいなんか飲み物飲みたいなということで、まあいつものマックに立ち寄っています。で、引き続きカメラですが、ソニーの ZV-10 とレンズが SELP1020G で撮影しています。で、これが今、10ミリ画角なんですが、手ブレ補正を今切っていて、4K30 フレームで若干クロップされてるんですけど、1.23 倍だったかなに、クロップされてるんですけど、まあまあかなり広い画角になっているかと思います。で、これを手ブレ補正オンにするとこうなります。はい、これが手ブレ補正、アクティブ補正オンにした状態です。やっぱりこの画角になると、車の端から端までが、こうギリ入るか入らないかぐらいですね。さあ、というわけでもう汗も今、でかなり出てきたので、冷たい飲み物をいただいてきます。モバイルオーダーで注文すると、クーポンでプレミアムローストコーヒー。まあこれホットもアイスもなんですけど、M サイズが100円なので、これにします。ただね、結構量多いんですよね。それでは、冷たいアイスコーヒーいただきます。ああ、生き返る。ああ、なんかだんだんと曇ってきましたね。なんか明日から天気崩れるらしい。結構風も出てきました。おー、ハウトランドかっこいい。さっき紹介したミステリーランスのポーチなんですけど、これめっちゃ使いやすいですね。サイズ感がね、非常にいいです。で、今撮影に使っているこの ZV-10 とレンズが SELP1020G なんですけど、この組み合わせだったらめちゃめちゃ余裕で入りますね。まあ、α7S3 と、まあ、さっきの SELP1635 が、入るぐらいの大きさなんで、もうこの ZV-10 だとか、もうコンデジだったら全然余裕で入ります。で今これ手前側に、ここのマジックテープ剥がしたここのポケットに、まあ、鍵と財布を入れてるんですけど、それにカメラ入れてもね、全然余裕です。サイズ感的には本当に使いやすいですね。あと長さの調整も、ちょっとさっき紹介しなかったんですけど、これ、こんな感じで、こうカチッとね、こう引っ張ってやれば簡単にね、こう長さの調整ができるんですね。このあたりもね、非常に使いやすいと思いました。これはね、買ってよかった。色違いで欲しいぐらい。さあ、2日間休んじゃったんで仕事が本当溜まり溜まってるんですけど、帰って残りの仕事やりたいと思います。エンジンスタート。はい、というわけで本日動画以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。